ブードゥ・マーダーズは、全日本プロレスを舞台として活動していた、ヒールプロレスラーのユニット。略称は、ブードゥ、略表記は VM。2011年6月、リーダーのタルによるメンバーのスーパーヘイトに対する、暴行障害を受け、全日本プロレスにより強制解散となった。2012年12月、元メンバーである、ブラザーヤッシが、 自身のレスラー復帰に伴いグループの活動再開を発表した。なお、前者を第一期、後者を第二期として説明する。結成の経緯、初期2005年1月にジョニー・スタンボリーとタルが共闘したことにより結成された。スタンボリーは前年末の世界最強タッグ決定リーグ戦にラブ、マシンズの秘密兵器、グレート・ムータとして参戦したが、 ラブマシンズから戦力外通告を受け、孤立していた。一方、タルは、前年に、大型選手との対戦を求めて、ドラゴンゲートを退団し、打倒、武藤刑事を掲げて、フリーランスとして全日本プロレスに参戦していた。反、全日本プロレスという共通目的があったことで、共闘関係が成立した。翌2月には、元、WWE のチャック・パルンボが加入。 チーム名もブルー・マーダーズと発表された。3月には元、WWE のジャイアント・バーナードが加入し、勢力が増した。さらにその後、タルト所属ユニットこそ違ってはいたが、同じく元ドラゴンゲート所属であった、近藤修二とブラザー・ヤッシュも加入した。発展期2006年1月、スワマ・公平が加入し、リングネームをスワマに改名した。同年9月、 対立していたユニットロー &D のメンバーであるロー、Z が加入。同月、ロー &D とのユニット解散をかけたタッグマッチを行い、これに勝利。試合中に、ロー &D から寝返った D ロブラウンと、ブキャナンも加入。10月、ハッスル22、ブラザーヤッシュウィズタルとして参戦した。11月1日、プロレスリングセムに、近藤、ヤッシュがスワのパートナーとして、 タルが、セコンドとして参戦。モハメドヨネ、石森ふとしに、青木厚仕組に勝利した後、タルが観客を罵しったのをきっかけにプロレスリング、ノア勢と乱闘となった。昆明期台北市の国立台湾大学、総合体育館で行われた、2010、プロレスラブイン台湾での VM 入場シーン2007年6月、小島さとしが加入した。7月には、 スワマがティネのスコット・スタイナーと共闘を果たし、10月にはシルバー・キング・ゾディアックが加入した。2008年1月、スワマが脱退したが、4月には元 WWE のあるダバリが加入。8月には小島が脱退。9月には浄土リングが加入し、9月に近藤が脱退。10月には平井の部が加入し、リングネームをヘイトに改名した。 2009年2月、新日本プロレスを退団しフリーになったミノールが加入したが、ヤッシがプロレスを休業するため離脱。その後、肘型隆志が都市相王として加入した。同年9月、ゾデヤアックが脱退。2010年1月、レネデュプリが加入。2月には、海ンとの解散マッチに勝利した。6月にワザダ、7月に、鈴木健奏。 10月に河野正樹が加入した。後に鈴木がリングネームを検査河野がこの2回目した。12月鈴木と河野が世界最強タッグ決定リーグ全優勝を果たした。同月ダークオーズダーククエルボが加入した。2011年1月鈴木と河野が世界タッグオーザ選手権に挑戦したが試合中に仲間割れを起こし敗戦。 試合後鈴木が追放された。解散しかし、2011年5月29日に、試合前の控室にてタルが、スーパーヘイトへ暴行を行い、試合後に、平井が倒れ病院へ救急搬送された。後日、タルが試合前の控室で、ヘイトに暴行を働いたことを会社に申告し、無期限活動自粛を申し出た。全日本プロレス側は、タルの申し出を了承し、 タルの無期限活動を自粛、控室に同席していた、ミノル、コーノ、マザダの無期限出場停止処分及び保持する王座を、剥奪し、ユニットの解散処分を課した。なお、外国人選手は控室に同席していなかったため、未処分となった。その後、同席3選手については、暴行を行っていないとして、6月30日付で処分解除を決定した。 ミノルとマザダは7月9日、空気大会で復帰、河野は右ひい手術のため、引き続き欠場となった。2011年11月22日、兵庫県吹き合い所によって、タルとマザダの二人が平井への障害容疑で逮捕された。タルは、日頃の態度が悪いことを叱ったが、反省の色が見られず殴ったと容疑を認めている。復活2012年12月、 ダイヤモンドリングのホーム工業にブラザーヤ氏シが乱入し、レスラー復帰を発表。その後の記者会見にて、拳元ブ,ブルーマーダーズ再始動を発表。2013年1月、タルが復帰会見。同グループへの合流も発表された。2月11日のダイヤモンドリングホーム工業にて、同団体所属の宮原健と並びに、 海援隊同所所属の滝沢博士が合流する。第2期は、ダイヤモンドリングのほか、ゼロ一天竜プロジェクト、紅白プロレス合戦などに参戦している。2014年7月、ブラザーヤッシが新体制となった全日本プロレスの、リングに5年ぶりに登場。リング上で参戦を要求すると、ブーーマーダーズとしてではなく、ブラザーヤッシ個人として出場し、試合終了後、 リング上で、ブルーマーダーズを投入すると宣言しアピールした。しかし、全日本プロレスからは秋山淳社長名義のコメントで、今の全日本プロレスには、スキャンダルは、必要ありません。今後、ブラザーヤッシ選手をはじめとするブー,ーマーダーズの、全日本プロレス参戦はご遠慮いただきましたと拒否され、予定されていたヤッシのシリーズ参戦も、白紙となった。2015年1月、 全日本プロレス主催のジャイアントババ17回帰特別大会にたるの参戦が発表され3年8ヶ月ぶりに全日本プロレスのリングに上がった。試合ではブラザーヤシと拳号も共に入場し鉄パイプで対戦相手の藍島隼人や太陽ケアを攻撃するなどかつてのやり方を貫く戦いを見せた。なお今回の参戦はジャイアントババの夫人である ババ原子相談役のオファーによって実現したものであり、あくまでも特例であることが強調された形となった。2016年2月17日、クリシス工業にて、ブラザーヤシがブルード・マーダーズを離脱すると発表。これに伴い、ブルード・マーダーズの活動を見直すことになり、個々でのフリーランス活動となる。その後、タルの20周年記念工業にて、コブシ号が、 道の区プロレスのバッドボーイ加入のためタルから追放される。工業中離脱したヤッシがタルに対してビデオメッセージを送っている。全日本プロレス本体、ロー &D、ケンスケファミリーなど、リングソウルやビッグマウスラードにも登場している。また、構想ではないもののメンバーにプロレスリング、エルドラド所属選手が二人いたという縁からタルが GM として、 エルドラドにも登場したことがあった。結成当初は狂気攻撃、罵倒文句の凄まじさが特徴的であった。2006年頃から対戦相手の口に試合会場地の名産物を押し込むなどのユーモラスな行動やタル水と呼ばれる水を観客に浴びせるなどのギミックが登場。あらゆるファイトスタイルに対応できる人材を持ち、 工業にメリハリをつける上で全日本には欠かせない集団となった。アンチヒーロー的存在として VM に声援を送るファンも多く、カイオンとの解散マッチに勝った後に、タルが工業を占めるマイクを持つなど、単に嫌われるだけのヒール軍団ではなくなっていた。解散時のメンバー元メンバー共闘メンバー源、メンバー元メンバー、ありがとうございます。